でこの、まあ、ちょっとねこの大阪の笑いのツボと東京の笑いのツボとちょっと多分違うと思うんですよ、はい、我々ちょっと分かんないですけども、はいはいはい、その辺はどうか感じてます？なんかあのそれよく言われるんですけど、僕1年目の時から銀座の劇場とか渋谷の劇場とさせてもらってて、なんら笑いのツボに差はないというふうに昔から思ってたので、何も心配はしてません。まああの東京で生まれ育った女性が大阪の方のところに嫁いで新喜劇を見るようになって好きになったという方もいらっしゃいますし、まあなのでただテレビ中継してるかしてへんかだけですね。あその差は、はい、じゃあ去年やった感じでは、はい、そう違いはない。そうですね、去年は本当にシャレならんぐらい受けましたので、本当にあのちょっと耳ピーンってなるぐらい受けましたから。あそうですか、はい、今年はちょっと耳栓しながらあのやろうかなと思ってます。笑い声がでかすぎてちょっと耳ピーンってなりましたのでね。なじゃあ、いわゆる大阪でやってた、はい、そのまんまの特別内容を変えるとか、ちょっとそういう笑いのちょっとテストを変えるとか、そういうことはなく、普段のまま、はい、もう一切ないです。あの大阪でやってたいくつかの作品の中で、自信のあるものを持ってきてますので、大阪では新ネタをどんどんやるので、たまに全然思わない時もあるんですけど、東京の皆さんにはやっぱりね、それは北海道ブースターに来るわけですから、もう信頼、実績の商品ばかり持ってきてますんで、はい、あの美味しくいただいていただけるんじゃないかなと思ってます、はい、これ稽古はもうまだ全然始まってないんですか？そうですね、新喜劇の稽古というのはだいたい半日ぐらいで1週間バーンと行きますので。半日、はい、本来ならばあの火曜日から月曜日まで1週間やるときは、月曜日の晩に本読み1回、立ち稽古1回、舞台稽古1回で、それでその日はもう解散で、次の日朝本読みして、舞台に出てきますので、そんな、そうなんですか。結果当選4回、本読み2回ですから、実際立ってやるの2回という2回のが、まあ、新喜劇の、とこでも悪いところもあると思うんですけど、ですので全然稽古とかは大丈夫です。あ、はい、毎回そんな感じなんですか？そうです、もうそれがずっと伝統というか。前日からですか？そうです、365日幕開けてるんで、そんな稽古期間は1ヶ月とか取れないんですよね。だから僕1年半ずっと NGK 出たことあるんですよ。毎日休みもなく1年半毎日、はい、もう正月もお盆も。だから火曜日初日やってずっとやる、月曜日落日終わったら2回終わったらそのまま稽古場行って、本読み立ち稽古舞台稽古やって家帰る、で本読みして初日迎えて、まだ1週間やって、でまた月曜日になったらっていうのを1年半続けたことありますね。何ネタあったんですか？1年半、あもう1週間に1本話変わっていくので、まあ言えば50の言えば75本ぐらいですか。殺人的ですよ、まあ、あの下っ端の時ですけど、ほんならもう家から劇場まで僕貧乏やったんで自転車でこう行ってたんですけど、本当に今が何曜日か分からん時なんですよね。その同じ風景しかずっと見てないので、劇場図ハイっていうんでしょうか、その最初の半年ぐらいものすごいしんどいんですよ。全然1年超えたぐらいからもうなんか体がふわふわして何も覚えてないですね。で今何曜日やったっけみたいな、今日稽古あんの、あ、ほんだ月曜日やなとか、何月かとかもちょっとあんまり気にしないような、もうセリフを覚えて、舞台出て、お昼ご飯食べるぐらいなんで、まあ、なんか寒なったなとかぐらいしか分からへんぐらい、もう出続けることありますからね。それはもうこの頃もそうです、はい、全員じゃそういう感じで、もうこの島田一之輔っていうじじいなんて、じじい、本当にもうむちゃくちゃ出てますから。あ、そうなんですか。はい、ここ5年でNGK 出てへんのをギュッとしても2ヶ月ぐらいじゃないでしょうかね。あら、そうね、1年に1週休みあるかないかぐらいですか。忙しいんですね。まあ、ちょっとまあご健康にね、あの、はい、体気をつけていただきたいと思います。はい、皆さんが忙しいんですね。そうですね、ほとんど知名度がないですけど忙しいんですね。そうですね、まあ、はい、まあ、暇なやつもいますが、だいたい大阪で言うと、まあ、堺愛って言ってももう全然しいんですけど、もうむちゃむちゃスターです。そうなんですか。実は宇都宮真紀で知らんやつおらへんと思います。今別府直之、こいつのギャグ知らんやつ大阪ではほとんどいないです。そうなんですか。そうなんですよ。なのでまあ知られてるから言うとおもろいとはまた別なんですけど、名古屋から西にしか知られてない新喜劇というのはやっぱりウィークポイントですから、東の方にも知っていただくように座長というか、まあね、村長みたいなもんですから頑張りたいなと思ってます。大阪ではどのず、もう岡田さん座長でだいぶ長くやってたんでしょ。今年でどれぐらいですか、10年
ぐらい経つか経てへんかぐらいでしょうかね。え、2001年に入って2005年の2月ぐらいですかね。まあウィキペディア見ていただけたらと思いますが、また10年ぐらいでしょうかね。10年全部ですか。はい、あの年数も覚えてないですけど、はい。あ、そうですか。はい、新喜劇は本当にあの僕の家族が飯食ってるのは新喜劇のおかげですし、まあ、こうやって東京のテレビ出れてるのもまあ新喜劇のおかげですので、まあ少しでも恩返しをし、新喜劇の何て言うんですか、知名度をアップすることに尽力して、まあ死んだ新喜劇のレジェンドたちが雲の上から僕を見た時に、おお、あいつはよう頑張ってるなと言ってもらうためにまあ頑張ってますので、今は人生の売れ期絶頂ですね。そうですね、本当にあの僕ここまで売れると思ってませんでしたし、でまさか東京で記者会見をした時にこんなマイクを向けられですね、課題ポンスめっちゃ喋るけど課題ポンス何も喋れないこの状況なんて僕予想もしてなかったですから、新喜劇のイベントをやると言っただけでこんだけねガンマイク向けていただいて、ほんでカメラもこういう風にあるなんていうのは本当に売れたなと思いますね。